はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ケリーです。バイオハザード HD リマスターの続きをプレイしていきたいと思います。前回はマスク2つですね、取って、あと死体を燃やしてこの部屋に戻ってきたとこなので、その続きですね。まずインクリボンしまって、この死体を燃やすっていうシステムがあれなんですかね。もしかしたら、三上さんが独立して、一番初めに作ったその、サイコブレイクの1の方ですね。2でなくなっちゃいましたけど、1で死体を燃やすっていう、そのシステムがもしかしたらここから、もうなんか始まってたのかもしれないですね。三上さんの中で。I didn't mean to get you that excited. Right. Anyway, you should read this. ある研究員の遺書。手紙が挟まれている。前半は破られていて読むことができない。残っている部分の内容は以下の通り。そうなんだ。僕は感染している。あらゆる手を尽くしてみたが、症状の進行を数日遅らせるのがやっとだった。君が僕の中で日に日に失われていくのが僕には何より耐えられない。だから僕はこのまま生けるし、屍になるよりも安らかな死を選んだ。1時間後には僕は二度と目覚めることのない眠りについていることだろう。君がこの僕の決断を分かってくれることを切に願う。さようなら、君を永遠に愛するマーチン・クラックホーン。ちょっと口が回らない。What do you make of it? Well, I guess we were right about this mansion being quite unnatural. You have a way with understatements. Where's the part that's torn off? Well, my only guess is that it was the most important part and somebody didn't want anyone to see it. Let's continue our investigation.釣り針で蜂の標本、ルアーと組み合わせて、これは後にマグナムを取るときに必要なんで。貴重なインクリボンとグリーンハーブ。確かノーマルとかだったらこの辺にもなんかあったような気がしたけど、よし、じゃあ一回物をしまって。
あ、暗い、危ない危なかった今。順番はどうだったかな。全部ふつけないといけないですよね、壁際に。こっちをやると、あ、左下が、こっちを一番初めにやればよかったのか。じゃあこれで、あ、でここをやれば、よし、太陽と月の模様が描かれている。太陽が輝くとき我は目覚めん。なんで太陽の方だけチェックをすると、これと、うん、とこれですね、デスマスク、目と鼻と口ですね。で、名前が思い出せない、あの人に行かないといけないですね。リチャード。あ、リチャード。What happened? You're wounded. Whole place is a killing zone. There are monsters. What did this to you? A big snake. And it had to be poisonous. Poisonous? Richard, hold on. Bring me serum. I saw some, but didn't bring any. I'll go and get it, okay? You're gonna make it.いや、ジルかっこいいな。で、これ早く行かないと死んじゃうんですよね、確か。死んでも、物語に影響は特にないんですけどね。あのショットガン、彼が使ってるショットガンをね、取らないといけないんで。間違えた。まあいいや、マスクしまってライターですね。ライター取って、血清取って、無事に戻れるか。回避アイテムあるし、
Here, Richard. I'm gonna give you a shot. Hang in there. Jill, here's my radio. Take it. I'm... Does it ever not hurt? うん。うわー、腕が。I'm okay. The others...確かここにいなかったかな。うん。通ります。で、ここはライターを使わないと通れないんですよね。暗くて。あ、これ入ってくんだっけ？待って、もう一体確かその中にいるはず。あ、危ない危ない危ない。楽譜取ったんでピアノを弾きに行きましょう。エンブレム取って、ここ厄介ですね、このゾンビ。あれ、なんかなかったかな。なんもないか。で、これ組み合わせて。よっしょ。さすがジル。確かクニスは全く弾けなくて、レベッカは練習が必要なんですよね。
トレバーの手記。この洋館に来て11日、どうしてこんなことになったのだ。白衣の男が粗末な食事を運んできて私に言った。気の毒だが、機密保持のためだ。そうか、そういうことだったのか。この洋館の秘密を知っているのはスペンサー卿と私だけ。私が死ねば秘密は彼一人のものになる。だがしかし一体何のために、このままでは危険だ。それに家族の無事も気になる。私は脱出を試みることにした。ジェシカ・リサ、無事でいてくれ。この暗闇でチャンスを待つのにライターをなくしたのは痛かった。妻が誕生日に送ってくれたもので大切に使っていたのに。運命の日となった11月13日、その3日前に急病で倒れた祖母の見舞いに出かけたという妻ジェシカと娘リサの姿がふと頭に浮かぶ。この瞬間、私の中で記憶が鮮明によみがえる。君の家族も今頃は。気を失う直前、白衣の男たちの誰かが確かに言っていた。長い。なんとか私はあの屋敷から出ることに成功した。だがこの洋館の外へ出るのは容易ではない。すべてのからくりを解かなければ。そう読めない。の光を失った虎、黄金のエンブレム。こっちから、こっち側からは安全なんですよね。後ろ向いて。で、これは6時。二人が差し違えるとき運命は開く。リチャードのところですね。いやー、待ってください。
大丈夫かな。あ、ショットガンの弾ないんだ。ハードだとないんだ。いつの間に包帯を。あっ、あっ、やばい。ポイズン。ちょっとチャートに頑張ってもらって、ぐるぐるされるよ。やだ、ちょっとやばいんじゃないか、これは。あ、そっか、でもタクティカルショットガンになるから、こっちの中身は使っていいのか、弾。これもしかして自分じゃないとダメだったのかな。 Thanks. あー、いちゃー、 Richard! ショットガンいただいていくぜ。いやー、これタイムロスですね。で、あそこまで行かないといけないんで。あ、違う違う違う、必要なものはデスマスク、あとは、ウィンドクレストかな。
で、ちょっと体力減ってるんで、目鼻口のこれかな。やばい、装備大丈夫か。でこっちのショットガンは空にしてもいいんで、これを使って一発。ちょっとカメラのアングルがよろしくない。死んだ？よし。これなんだっけ？あ、いらない。よし、じゃあ向こう側に行きましょう。あ、犬出るっけ。よし、はじめに、そうだ、クランクが必要なんですよね。あ、違う、救急スプレー。各方角に文字が記されている。破壊の道、造営の道。これ確か両方とも手前じゃなかったかな。画面の手前というか。
Barry? Monster! 鎖の化け物。銃が効かない。確か走るとカラス襲ってきたような気がするんで、待って、マグナムリボルバー、かっこいい。それだけか。スティックだとこう走ってしまうかなと思って今十字キーでやってるんですけど、あのラジコン操作ですね。今思うとよくこれでやってたなって思いますよね、 PS の時。それでもやっぱ面白かったですよね。操作は難しいけど、ある家族の写真、誰かが書き残した手記、父さん一つ、お父さん一つくっつけた、お母さん二つくっつけた、中身は やっぱり赤くぬるぬる、白くてカタカタ、本当のお母さん見つからない、お父んわからない、またお母さん今日見つけた、お母さんをくっつけたらお母さん動かなくなった、母さんは悲鳴を上げていた、なぜ私は一緒にいた方だけ、母さんどこ、会いたい、
ショットガンはいらなくて、マグナムもいらない、救急スプレーもいらない。四角クランク、ちょっと怖いな。グリーンハーブ1個だけ持っていこうかな。危ない。よし。よし、じゃあ別の建物ですね。確かここに犬が数匹。あ、ブラッド。ブラッドってカプコン製のヘリコプターを墜落させなかった結構貴重な人材ですよね。あー、やめてー、やめてくれー。で、おなじみのバイオハザード、おなじみの、あ、違う違う違う、
よし。ああ、落ち着く。よし、じゃあセーブして終わりますか。はい、では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。